こちらアメリカのチャーチルダウンズ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ポンと飛び出したのはスキップアウェイ、パルテール。この馬も好スタートを切りました。ダッシュよく飛び出してパルテール花に立ちます。その後ろからはスキップアウェイ、この馬も上がっていく構えです。さらにはワイルドラッシュ、3番アルファベットスープ、その後ろプルピット、どうやら後方からの競馬。それでは先頭から先手を取ったのはワイルドラッシュ、パルテール、そのうちに続いています。その外にアリゾナグローブ、さらにはサンドピット、内からはアルクリスタル、その隣にランドピール、アブクマポーロ、いい位置です。その外からバブルトワイニング、その後ろにキャロットダブリン、並んで10番ダッシュジャイアント、すぐ後ろにレガシーエイト、その外からベリークリーク、並んで7番スキップアウェイ、プルピット、そのうちに続いています。この辺りで各馬第3コーナーに入ります。さあ先頭はアルファベットスープ、サンドピット、ほとんど差がありません。バブルトワイニング、3番手アブクマポーロ、いい位置です。先頭を捉えにかかります。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ先頭はアルファベットスープ、最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。ここで先頭はアブクマポーロ、アブクマポーロ先頭、残り 200m、 アブクマポーロ先頭だ、残り 100m、 アブクマポーロ先頭。2番手はスキップアウェイ、アブクマポーロ1着、アブクマポーロ完勝、アブクマポーロ1着、2着はスキップアウェイ、世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。アブクマポーロ、まさしく日本が世界に誇れる馬です。こちらアメリカのデルマー競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬綺麗なスタートです。さあ先行争い、競泳マーチ前に行きそうです。グラフトアンサー、それに続いています。さらにはメルシーティグレス、5番ビクトリースイング、その後ろ後方に控えたのがシルバージョイ。この辺りで各馬第1コーナーをカーブして第2コーナーに向かいました。それでは先頭から競泳マーチ、先手を取りましたビクトリースイング、すぐ後ろその後ろにグラフトアンサー、その外からマリーレイン、その隣にメルシーティグレス、その横にミルアイドル、内からはシーサンダース、その隣にサークルボールド、すぐ後ろにドナバッグ、カワチサタデー、後ろからになりました。すぐ後ろにサクセスシューズ。ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。さあ先頭は依然として14番競泳マーチ、競泳マーチ、さらにリードを広げました。2番手はビクトリースイング、最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。競泳マーチ先頭、後続とは3馬身以上、これは決まりか。あと 200m、 競泳マーチ先頭だ、後続との差はまだあります。このリードを守れるか。2番手はカワチサタデー、完璧です。圧倒的な強さを見せました。競泳マーチ1着、2着はカワチサタデー、世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。競泳マーチ、まさしく日本が世界に誇れる馬です。
こちらアメリカのデルマー競馬場から国際重賞競走をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬綺麗に揃いました。どの馬が先頭に立つでしょうか。ケンタッキーカール前に行きそうです。サイレンス鈴鹿それに続いています。さらにはスマイルミニスター1番オナーグライド、その後ろグッドエリザベス、後ろからになりそうです。先頭に戻りましょう。オナーグライド先手を取りました。2番手に7番サイレンス鈴鹿、内からはケンタッキーカール、その隣にジムアイス、その外にアイフレンドヒット、オレンジの帽子シャトーミステリー、その後ろすぐ隣にミルサスピション、ジェイドドーター、すぐ後ろ緑の帽子レインボーインディア、その後ろその隣にパーフェクトフォース、すぐ後ろにスマイルミニスター、青の帽子ビューティーアート、その後ろ最後方にグッドエリザベス。各馬がターフの上を駆け抜けていきます。前の方からもう一度。ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。前はオナーグライド、2番手はサイレンス鈴鹿、これは絶好の手応え。アイフレンドヒット3番手、さあサイレンス鈴鹿このまま逃げ切れるでしょうか。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。ここで先頭はサイレンス鈴鹿、サイレンス鈴鹿先頭、2番手はオナーグライド、残り 200m、 サイレンス鈴鹿先頭だ。リードは1馬身、後続の足色はどうか。2番手はオナーグライド、サイレンス鈴鹿今ゴールイン、段違いの強さです。サイレンス鈴鹿1着、2着はオナーグライド、世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。サイレンス鈴鹿まさしく日本が世界に誇れる馬です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。ここで先頭はメジロブライト、残り 200m、 後続はまだ後ろ。メジロブライト抜けた、このまま決まるのか。2番手は優勢トップラン、メジロブライト独走、メジロブライトぶっちぎりです。メジロブライト1着、2着は優勢トップラン、メジロブライト見事な勝利です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。先頭変わって堂島無敵、東海太郎先頭、2番手は堂島無敵、追いすがる、あと 200m、 東海太郎先頭だ。東海太郎先頭、川内大王、川内大王もう一伸び、川内大王、川内大王1着、2着にはどうやら東海太郎、これが G1 馬だ。川内大王
中京競馬場で開催されるダートの頂上決戦。左回り411メートルの長い直線を舞台に白熱の戦いが繰り広げられます。 G1 チャンピオンズカップ間もなく発走です。さあ最後は大外枠のエトワールチェストゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。ノーザングルーム、これは好スタート。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく飛び出してノーザングルーム花に立ちます。その後ろからは名声オペラ、この馬も上がっていく構えです。さらには大気シャーロック、12番マイネルクライ、その後ろ。前に戻りましょう。先手を取ったのはノーザングルーム、黒の帽子、名声オペラ、その後ろ。この辺りで 1,2 コーナーの中間点を通過。1番人気のフリーハウス現在先団です。それでは先頭から。先手を取ったのは名声オペラ、その横にノーザングルーム、サンライフ帝王、この馬もこのグループ。その隣にテンパイ、その外にフリーハウス、これに続くのが光ルーファス、その隣にエトワールチェスト、ノーブルクロス、すぐ後ろ緑の帽子マイネルクライ、その後ろ。この辺りで各馬第3コーナーに入ります。さあ先頭は依然として3番名声オペラ、テンパイ、ほとんど差がありません。サンライフ帝王、3番手大外からオレンジの帽子フリーハウス、伸びてきた。後続も追い上げていきます。4コーナーをカーブして、さあこれからです。先頭変わってフリーハウス、フリーハウス先頭、2番手は名声オペラ、先頭を捉えるか。残り 200m、 フリーハウス先頭だ。残り 100m、 2頭の激しい叩き合い、フリーハウスもう一伸び、フリーハウス、フリーハウス1着、2着にはどうやら名声オペラ、フリーハウス圧倒的な強さ、これが世界の走りだ。日本勢なすすべなし。Thank you.